こんにちは、リオです。今日は充電式のインパクトドライバーに引き続き、これ充電式のブロワー、こいば紹介していくけん。まず最初にブロワーって何やろかって、まあ知っとく人も多かと思うけど、掃除機は吸うやつね。掃除機の逆で、これは風ば出すやつ。で、これが、メーカーが、アイリスオーヤマ。おいが、今、アイリスオーヤマにハマってね、まあ、集めよりじゃなかばってんが、値段の安か。で、おいがちょっと最近、ちょっと注目しとる、まあ、家電製品っていうか、電気製品ね。で、信頼性もあるかなって今思う。で、このブロワーね、ちょっと濃い失敗したとが、説明文ば、よう見とらんやったって言うとかいかんとけど、電池が。まさかの電池がない。使えん。でも、他もね、アイリス大山ば揃えとっけんが、ちょうどそこにバッテリーもできるっていう。全部同じやつでね、使い回しができる件が、バッテリーが切れてもいけるっていうね。次、こういうのを説明ば簡単にしていく件。まず、最初に、スイッチね。このスイッチ。普通に、しただけでもならんもんね。これが、この横のやつば、丸ボタンば押して、で、やっと、上がる状態。これでは何もならん。で、なんか危険防止のスイッチらしかけど、何の危険かはちょっとわからんとけどね。なんか、ほら、手羽切ったりするわけでもないし。で、次に、これね、このダイヤル、今1ってなっとっとけど、これ回すぎ、最大が6まである。で、風の強さ帯ね。そしてね、この逆は見たら、ここにボタンがあって、角度調整ができる。まあ、下ばしたりするときに、このままやったら、まあ、やりにくかという、まあ、感じやろうね、おそらく。うん。普通にこのままでもいけるとかってね。うん。で、この長さね。長さが、まず、この一番ショートパターンね。そして、次が、これ。腕一本分ぐらいかな、長さが。で、これ外すときはね、ボタンも押して、簡単。で、次が一番長くできるやつね、これ。結構長くなったね。ただ、こいば、一番この、ここの部分、外すとか厄介で、慣れんとね、一回つけたらね、なかなか外しきらんとよ。これ一番最初、したとき、外しきらんたもんね。そういうバッテリーば、つなごかね。これが、そのインパクトのバッテリー。これば、そのまんま、ここに、上から。ガチャン。で、ボタンを押す。これが今1の強さ。で、まあね、せっかくやけん、最大の強さで試してみようかね。で、おいがしは、まあ分かる範囲の、まあ、使い道ね。一番短かった時は、まあ車の中のホコリとかね、吐息らんホコリとかが、まあ飛ばす。あとは洗車した後に、このノズル伸ばして、水場で吹き飛ばすとか、あとうちは特に家の周りに木とかね、植物っていうか葉っぱ枯れ葉がいっぱい落ちるけんが、それば毎日吹き飛ばすこともできるね。次、とりあえずその枯れ葉飛ばしたり、今日ちょうどせっかく雨の降ってね、車の濡れとるけんが、それ水場吹き飛ばしてみようかね。
次まず試しに一番後ろ、まあ、してみようか。意外と水飛ぶね。もっと飛ばんとかなと思ったけど、見ての感想ね。正直期待以上やった。なんかイメージではそんな吹き飛ばす感じがなかったもんね。力強い感じが、コンプレッサーとかと比べてね、まあ、コンプレッサーの場合やっぱり吹き出す、ね、ノズルっていうか、エアの出るその穴がちっちゃい点がやっぱり突き刺すようにね、空気ば出す剣が、まあ、強かとは当たり前だってんが、まあ、そういえば知っとった剣が、正直、この穴でね、この大きさで吹き飛ばすとは無理じゃなかかなと思ったけど、戦車にもかなり使えるね。で、こういえば、おいが買った、一番の、理由ね、それが、家の塗装は今進めていきよっけんが、ついに使おうと思うじゃんね。で、それがどこかって言ったら、木の部分は塗装するにあたって、やっぱり古いね、劣化した部分は、まず、紙やすりね、ペーパーで、やすりがけしていくとかってんが、そういえばした後、どうしても、木くず、粉がね、出るけんが、そういえば吹き飛ばすとに、いちいちコンプレッサーば引っ張っていかんばかなと思ったと。ただ、こうやったら楽ねと思ったじゃんね。それで購入してみたと。だって、本当期待、正直、戦車には使えないと思った。今、コンプレッサー使っても、戦車吹き上げね、しよっとけど、今から正直、こっちでいけるね。戦車好きな人にも恋持っとって損はせんね。金額からしても、結局、長い目で見てもね、隅々まで水飛ばせるし、よかかなと思う。うん。それ次、今日はこの辺で、また、小岩灯してほしかとか、それに対しての質問とかね、あったら、何でも、言ってください。それ次、またお会いしましょう。りょうでした。